はい、関連ですが、まあ、辺野古移設移転のを訴えた知事の選挙での圧勝から、まあ、知事や県民はまあ繰り返し耐久年数200年といわれる辺野古基地に反対の意をずっと示し続けてきました。で結果としてですね、政府はその意向を一顧だにせず土砂投入に踏み切ります。で結果としてこれは県民にさらなる負担を強いることになりますが、この点政府としてどう考えられますか。今申し上げた通りです。この後に言ってありますが、次の質問最後でお願いします。はい、すみません。また関連ですね、玉城知事、今朝官房長官防衛省に工事中止と協議を申し入れたが、予定ありきで県民の民を無視し進める工事に強い憤りを禁じ得ないと強く反発されました。まあ、このタイミングで踏み切ったことについてですが、来夏の参院選の影響を最小限にしたいということなんではないでしょうか。あなたの予測に答える場ではありません。はい、ありがとうございました。